うでしょう、だってさ、うん、電車の中で大泉洋あの紙のパンツ一丁で歩いてたんだろうな。ファッションショーしてましたね。いい時代でしょ。水曜どうでしょう、うん、はこの番組をパクってます。あんたこれパクったの。そうです。ケーキ好きにね、どうです、あそこになんかいろいろお店がありますからね、いいですね、ちょっと一杯飲んで、それで戻るというのがいいですね、そんなもんですね。次回もどうぞお楽しみに。なんとなく名前似てますね。なるほどなるほど。彼の喋り気に入っちゃったの。そう、うまいんだよ、ほんとうまいんだよ、これすごい、なんかほんとうまいんだよ、うん。これさ、なんかあれな、ちょっとすごい違和感のある感覚があるけどさ、あれ何なの、ちょっと明らかになんか異常じゃない、なんか突出してるよ。ああ、あのお土産でもらったあのなんかサブレです。こんなに大きくないよ。いいから、カンカンが汚いね、これね。まあまあ気にしなくていいですから。いや気になるよこれ。これ何、ちょっと、だからそれは何、サブレですって。いやだから、いやちょっとこれやっぱおかしいよ、これ書いてある。あ、え、水曜いかがでしょうって、それもなんか用ってずいぶんこんな古い略式の漢字とかで書いてる。ああ、なんでしょうねこれ。え、サブレじゃないですね。1968年11月水曜いかがでしょう。これ知ってるでしょ。うん、まあ知ってますね。え、何これ。はい、何これ。いや、だから水曜いかがでしょうですよ。何それ。水曜いかがでしょうですよ。明らかにだけど、これ水曜どうでしょう、パクったようなタイトルだよ。こっちがパクったんじゃないですか。水曜いかがでしょうって、こっちがパクったんじゃないですか。そうでしょ、うん、だけどうちらがやるよりも相当これ古いよ、年限が。うん、あの私しかあなたにはずっと言ってなかったですけどね。え、ずっと前からこれ知ってた。まあ言っちゃいますよ、あの水曜どうでしょうの原点ですよこれ。俺ら以前に原点があったってこと。水曜どうでしょう、うん、はこの番組をパクってます。あんたこれパクったの。そうです。見れんのこれ。見てみます。うん、見たい。ああ、いいですよ。ただ私なりのオリジナリティは現代の水曜どうでしょうにありますけれども、すごく多分似てます。へえ、そうなの。ええ、ちょっとこれ見てみますか。かかんのそれ。の、まあ、懐かしいでしょ。ちょっとね、これまだ私が3歳の頃ですね。いや懐かしいだと、うん、僕は実際この時は見てませんけどね。俺だって小学校2年生ぐらいだよ、うん。三島電気提供。水曜こんな感じでしたよ、当時。前が来る。誰サント、水曜いかがでしょうの時間がやってまいりましたと思いね。私が浪曲師の空澤広三と申します。どうぞよろしくお願いします。同じく FTV アナウンサーの佐藤博士でございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。いやー、今日はお初にお目にかかります。お初にお目にかかりますね。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。私ね、はい、今日ちょっと話を聞きましたら、旅なんですね。この番組は旅番組ということでございましたね。旅に行かせていただけるという、はい、私も本当に子供の頃から浪曲というのであちらこちらと回っておりますけれどもね。そうですか。うん、この巡業というのがありまして、そのところに行くんですが、やっぱりこのゆっくり旅をしたことがないんです。だから今回どこに連れて行っていただけるのか、こんな楽しみなことはありませんよ。そうですね。で、私ね、まだ誰にもどこに行くとも聞かされてないんですよ。え、この2人が行くの。私もその旅の行き先知らないんです。じゃあ誰がこの旅を知ってるんですか。そうなんです、そこなんです。でこの旅というのはですね、なんとサイコロの出た目で
旅の行き先が決まると、そういう画期的な旅番組なんです。サイコロの目、そうなんです。面白いですな、これがサイコロの出た目でどこに行くかという表でございます。ちょっと待ちいただいていいですか。1から6まで、はい、1から全部で6、サイコロは6ですからね。6つございます。鈴井さんの人じゃなかったの。1つ目、1の目が出ますと、はい、ちょっとこれは新幹線ですね。新幹線の光号で大阪へ。2の目が出ますと、寝台特急の今度は朝風という列車があるんですが、それで博多へ向かうことができます。3が出ますと、これは急行で桜島号、これで鹿児島、西鹿児島の方ですね、こちらに向かう。4が出ますと、湘南電車で熱海へ。これもいいですな。温泉に浸かるなんていうのはね、いいかもしれませんね。5番が出ますと、急行の白山号で金沢へ。6の目が出ますと、特急の20日に1号で青森へ行くと、我々のゴールはですね、はい、この北海道テレビ放送でございますから、最終的には札幌を目指そうというわけでございます。ないね、やっぱりアナウンサーに。しかしですね、今度のこの映像フィルムを使い切る前に札幌へ帰る。このフィルムが2ダース分全部で24巻あるんですけれども、そのフィルムが使い切る前にですね、札幌に戻ってこなければならないという、なるほど、そういう足かせがあるわけでございます。まずこれだけいろいろとありましたらね、私は戻ってこれるような気がいたしますよ。そうですか、わかりました。どれも食べそうじゃないですかね。そうなんです、ね、よろしくお願いいたします。頑張ります。よう、よう、よろしくお願いします。あ、これはうちはね、うん、うちはあのね、ただ何の目が出ますか。何が出ますや、ではすごい行きますよ。ひょう、言葉ですね、急行桜島号で鹿児島へという、これは札幌からずいぶん離れますな。一番遠いところじゃないですか。困りますから、意外にテンポがある10時半に東京駅を立ちまして、終着の西鹿児島には12時4分着と、まあ20分ほどですか。ご冗談が、12時4分というのは明くる日の12時4分です。ああ、ということは26時間、26時間、これはずっとこの桜島号に乗り続けなければならんというわけだったんですね。途中で降りちゃダメ、これは途中で降りちゃいけないということでございますから、26時間同じ汽車に乗り続けるというわけでございますね。あなたも私も、あなたも私もそのままと。あら、困っちゃいましたね。困りましたね、これはね。私熱海に行きたかったんですけどね。わしが俺がやってるっぽい。東京から鹿児島へ行くことになりました。このナレーション、さて、どんな旅になってしまうのでしょうね。これがあの水曜どうでしょうの原点です。違うでしょ。違うわざわざね、あの今回はね、うん、そのフィルムエストさんとかね、うん、こういう、まあ、要はアナログな感じのテイストで VTR を作っているという、その YouTube をやっている皆さんがですね、水曜どうでしょうのこういう昔だったらどうだっただろうっていう VTR を作ってくれたっていう。いや本当近年ね、やっぱりうちも30年もやってるとね、うん、はい、我々以外の他人様がね、ずいぶん我々喜ばしてくれる、うん、そうなんだよね。これは あったかもしれないもんね。あったかもしれないって感じですよ。あったかもしれないよね。こういうそれ、ね、俺が意外だったのは、はい、全然これでもいい気がするってことがあるんですよ。このテンポで随分見てられるんですよ。ね、なんか、ね、このそのないアナウンサーの語り。語り。そしてなんかその浪曲師かなんかが出てくる。浪曲師が、なんで浪曲師が出てきちゃったんでしょうね。この辺もやっぱりちょっといいねと思ったんです。そうだね、うん。昔だとあれなんですかね、うん。逆に26時間ぐらい電車に乗るっていうのは平気だったんですかね。それはそうじゃないですか。それはありますよね。これで俺本当に先の道中を見てみた気がするね、これね。電車に乗ったりしてる様をさ。これまだ続きがある。つい先ほど出会ったばかりでございますけれども ね、こういう形でもう汽車に乗ってるという、ね。アナウンサーの妙に白い貼ってる。白いが、ね、ね、こぼれてる感じがいいんだよ。そもそもあれですか、あの初対面ですからね。ずっとマイク持ってるのかよ。それがいいね、それがいいんだよ、ね。なかなか、マイク向けてのままにこういうような形になってるわけですが。いきなりでしたね。突然でしたね。おいくつになられるんですか今。私は、今年29になります。29ですか、はい、14年、14年生まれて、私も、ね、29なんです。あ、それだ、同い年ということになりますね。あ、そうですか。お生まれはどちらですか。私はね、札幌です。札幌で、それで札幌で、生まれましてね、産声を上げて、で、あの戦後の作家の時ですよ。毎週どうでもいい話。それで毎週で、この椅子で26時間ですか。大変な旅になるんですね。大変ですよ。3時間でやってるんじゃないですか。
お尻が痛くて仕方がないんですよ。もうすでに、まだ20分と経ってないですからね。あなた大丈夫ですか？私はまだ大丈夫ですね。あ、そうですか。これは先が思いやられます。思いやられますな。ついに東京駅を立ち、旅が始まりましたね。しかし、広蔵さんには心配事がありました。一体何でしょうね。もう間もなく4時間が経とうとしておりますが、この時刻表を見ますとですね、次は浜松とあるんですね。まだ浜松ですか。まだ浜松、名古屋にも京都にも大阪にもまだついてございますんでね。ずいぶん長い旅でございます ね。次の浜松という駅がですね、これは電報が打てる駅です、ね、今日広蔵さん先ほどお話ししておりますと、突然、家出のような形で来られたと聞いたんですが、何も聞いてないですよ。ここで、テレビにちょっと前出してやるから、来いって。ありがとうございます。親御さんにですね、旅に出たということを報告できる電報チャンスというのをかけたわけです。大泉さんも電話かけてたけど、目をですね、電話ぐらいあるでしょ。振りまして、サイコロの出た目が偶数でしたら、電報を打てる。浜松で電報を打てる。しかし奇数でしたら、これは打てないと。そういうチャンスなんです。誰が？これはもちろん広蔵さんに。また私が振るんですか？もちろんだ。ただ果たして広蔵の目が出るのか否か、いかがですか？これは出てないです。それでは、出てます。そんなに気迫しないな。あっ、奇数でございますね。やっぱり打てませんな。こんなので喜んでたんだよな、きっと。やっぱりこれは喜んでたかどうかわからんけどよ。いやいや、喜んでたかどうかわからんと思うよ。出たとしたら、相当な企画ですよ。そうだと思うけどね。浜松駅では電報を打てる。全国見てましたよ。まあ、次に期待したいと思いますよ。また電報チャンスの時間が。はい、広蔵さん、残念でしたね。列車は無情にも西へと向かいます。一昼夜をここで過ごすというから、さあ大変です。どうなることでしょうね。関東水曜いかがでしょうは、電化製品でおなじみの皆様、これどんだけうまいんだろう。でお送りしております。おいおい、そんな三島電機の車中で提供ベース読んじゃう。ロゴさんが手に持ってらっしゃるのが、まあ、マーシャルがありましたよ。これは一体どういうものでございましょう。これはね、声が聞こえるというね。これパブリシティもやっちゃうの、この中で、ね、企画の中で、ね、テープレコーダーでございますが、随分小さいですね。これね、私もね、ちょっとお金を貯めまして、この度購入いたしました。それ持たないと欲しい。やってないですか。自分のお稽古ですとか、どこでも持っていけるじゃないですか。そうですね、この手軽さというのが随分魅力でございますね。でこの専属のマイクをお使いいただきますと、ご自分の声も簡単に録音できるというのが特徴でございます。こんな声だったんですね。僕もびっくりいたしましてね。友情は逆に惚れたという逆は気のせいで、どういうところにスーパー出てくるの。ただうたとのいろだとで、ありがとうございます。楽しいもんですよ。楽しいもんです。これ広蔵さんが今お歌いになりましたが、ボタン一つで再生、巻き戻し、それから早送りとワンタッチで行うことができるというのがこの商品の特徴でございます。前とかさ、生コマがあるもんね。売れ物ですよ。全国の三島電機の販売店で今現在発売中ということでございまして、定価2万5000円ということでございます。ぜひお買い求めください。もうほぼ三島電機のパブリシティだったですね。でもなんかもう展開ないでしょ。途中で列車が遅れる珍事がありましたが、二人はようやく鹿児島に着きました。さあ、また新たな行き先を。ここからはさすがに早かったな。まあ、うちだってこんな感じです。ようやく西鹿児島の方に着きましたね。ようやく着きましたね。大変。本当に西鹿児島どこで撮ってんだよ、絶対違うだろ。駅名何にも書いてねえもん。一つ目が普通列車で、ここからさらに南へ枕崎に向かうというものでございますね。はい、で二つ目は寝台特急の赤月一号に乗って大阪へ行くと。あ、これもいいですね。これちょっと近づきますね、札幌にね。で3が出ますと急行のソテツ1号という列車に乗って、今度は熊本へ。この、ね、ちょっとだけ近づきますね。あれ古いんですよ。そうですね、これはひどいですよ。4つ目は鹿児島優先で日本最南端の島、与論島へ向かおうという。これは困ったもんですね。出ますとね、5は東亜航空で福岡へ、福岡空港ですね。これはいいですね、魅力的でございます。
6は日本国内航空で東京へ振り出しに戻る。やっぱ6枠に来ますね。音もいいかもしれませんね。では説明のビューを脱ぎましてね。これ説明無理だ。手ぶれものになってるんですけどね。そうですか。ちょっと今回の旅はちょっとくたびれましたね。ご愛よ。随分と長いこと記者になりましたからね。またこのサイコロの目で占っていただこうというわけです。さすがにね、ここまで来るともう慣れましたよ。どこでやってんだってこれ。よろしくお願いいたします。では勝負。何の目が出ますでしょうか。私はね、東京に帰りたい。6の目が出るとありがたいですね。では参りますよ。あ、いざ。あ、いいんじゃないですかこれは。5は東亜航空で福岡へということで、福岡です。いいですね。これは割と、これはいい目ではないでしょうかね。いいと思いますね。もしかするとまた鹿児島に帰ってくるかもしれない。まあその可能性もなきにしもでしょうな。福岡へ空をひとっ飛び。浮かれている広蔵さんでしたが、この旅行は突然に結末を迎えるのです。ここで視聴者の皆様にお詫びしなければならないことがございまして、実はこの旅の記録をすべて記録しておりましたこのキャメラですけれども、このフィルムが残り1フィートとなりまして、それをもってですね、このすべてのフィルムを使い切るということでございまして、今度のこの旅の企画はここで、終了ということで打ち切りということにさせていただきます。早いですね。まあ、ちょっと想定していなかった事態ということでございましてね。広蔵さんがサイコロ全部振っていただきましたけど、どうでしたかね、振り心地というのは。いやー、なんと言いますかね、こんなに運のない男だとは思いませんでしたよ。30時間もの、やっと最後に、あ、これでよかったという目が出たのに、テープがないんですもんね。もうケーキ漬けにね、どうですか、あそこになんかいろいろお店がありますからね。いいですね。一杯飲んで、それで戻るというのがいいですね。そんなもんですね。今度の旅は丸2日間かけて東京から鹿児島を移動しただけのつまらない旅になってしまいましたね。次はフィルムと心の準備をきちんとして立派な旅をしてもらいたいものです。次回もどうぞお楽しみに。なんとなく名前似てますね。なるほどなるほど。スキー高でしょ。一社提供。一社提供だね。三等で。そしてまた長いでしょ。ああ、素晴らしい。これはすごいな。いいね。多分こういう番組あったな。